おはようございます。旅する生き物男子バオシンです。札幌旅行2日目になりました。ですがお天気あいにくの雪ですね。この時期なので寒波も来ると聞いていたので、それは仕方ないんですけど、歩いてみたんですけれども、昨日の夜から多分深夜から今までずっと雪が降り続いていたせいで、一面雪で白く塗り直されてます。今日のスケジュール的にはあまり長いはできません。フライトスケジュール関係で15時30分には出発なので、2時間前の13時半には新千歳空港にいなければならないので、現在の札幌の大通りメインストリートの雰囲気こんな感じになってます。あ、でも天気が良くなってきましたよ。空模様がだいぶ回復してきましたね。でもやっぱり雪が降ったせいでかなり肌寒いです。外がだいぶ雪がひどくなってきたので地下街に降りてきました。にしてもこの地下街もかなり充実してますよ。すごいですよね、地下街にこんなゆったりとできるスペースがある。これ東京では考えられないこと。希望のライブ金額に触れてください。7項目を検索する方は項目ボタンに触れてください。2000円をチャージしていきます。これで千歳線はこの IC カードで乗れます。じゃあ行きましょうかね。地上の方がちょっと天候に不安があるので、と言ったらもしかしたらフライトの方にかなりの影響が出る可能性だってなくはないわけなんですけど、それはまたそれで考えるとして、地下街を選んで良かったですね。地下に道があることでかなり楽をさせていただいています。普段お世話になっている人に心の感謝を込めてお土産を買って帰りたいなと思います。そうですね、札幌駅の中にかなり充実しているところありましたから、そのお土産屋さんで買うことにします。北海道に来たらもうこれ定番といいますか、もう超有名なお菓子がありますよね。そう、あれです。これです。やっぱこれが一番いいですよね。こっちがいいかな。白だけかなと思ってたら黒もあるんですね。
今回たくさんあんまり買わないつもりなのでこれをいただきましょうか。ということで無事に白いコインをゲットしました。これで喜んでもらえるといいのですが、まだ札幌駅を出発するまでちょっとだけ時間があります。せっかくだから札幌の味噌ラーメン食べていきたいですよね。一番人気がこの味噌ラーメンプラスチャーハンっていうことだったんで、こちらとあと単品のこの餃子注文しました。大きいこんな感じになってます。全てのオーダーが出揃いました。こんな感じになっています。餃子もあります。そしたら早速いただきましょう。ちょっとマスクを失礼していただきます。キクラゲ美味しいんですよね。噛み応えのあるキクラゲだな。これ追加の煮卵です。いただきます。見てください、これもちもち。じゃあもう一口いってみます。味噌のしつこさがあんまりない感じがしますよ。味噌ラーメンなんですけど、あんまりしつこさを感じないすっきりした味噌ラーメンです。実を言うと朝の4時まで大通公演をメインステージとするホワイトイルミネーションの編集にずっと追われていたんです。で、眠いし何も食べていないので、朝ごはんはまだだったのでお腹は空いてるし、そこにちょうど良かったです。本当に麺は本当にしっかりとした太麺に見えましたけど、本当にコシがあってね、美味しくて、餃子ですね。餃子もやっぱりね、しっかり肉の旨味が、噛めば噛むほどね、肉の旨味がじゅわーっと広がっていく感じ、あれは良かった。それからチャーハンです。ご飯一粒一粒が本当にパラパラしてて、飽きの来ないチャーハンだったなって思います。本当に美味しかったです。それで完食しました。ごちそうさまでした。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。ついうっかりセンチメンタルに浸ってしまって予算を発表しなかったんですけど、まあこういうこともあるということで、これでもう札幌とはしばらくお別れになりますので、ちょっと多めに見ていただければなと思います。この動画面白いと思っていただけたなら本当に嬉しいです。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。